張っています。それだけ怪我人も増えました。あとはやっぱり去年と今年の噂投手もちょっと一味違うぞというところもありますけどね。小屋は今日1本ヒットを打ちましたので、再三お伝えしている1000本安打まではあと3本。近藤さん、はい、高橋さん、小屋さん、うん、同じ背番号31を背負っているヒロミには負けたくないというふうに話していました。ヒロミに頑張ってと伝えてというふうに話していましたけれども、いい粘りも見せてくれましたもんね。これはどうでしょうか。見送った。札幌ドームに戻ってきた小屋の、これで1000本安打まではあと2本、1点差とバファローズ迫っています。小屋の今日2本目のヒットになりました。いやー、小屋の打った瞬間は行ったかというね打球でした。ホームランは完璧でしたね。だからちょっとそのアウトコースになったのがシュート回転で、はい、ちょっと入ってきて、やっぱりその力強さがなかったですね今ね。シーズン第3号となるソロホームラン、まあ、ただソロで助かりましたかね。そうですね、だから2アウト目の川端選手がトントンと2球で簡単に終わってくれたんですよね、はい、でここで小屋の選手で切れるとまた乗っていけるところでね、うん、ちょっとまあ気は抜いては絶対いないんですけどね、はい、バッターは8番の俊太です。